はい、ではやロアルのタイガトラです。はい、アルバイトジーノです。ネクラです。はい、今日は3人でペイデイ2やっていきたいと思います。はい、強盗です。やっていきましょう。悪行悪行、また悪いことばっかりやっていきますか。うん、いっぱい殺すぞ。ジェリーストア。ジェリーストア。ジェリーストア、そう、ジュエリーストアですね。そう。この間、前回やったっけ？ぬるゲーだったやつ？そうですね。うん。それどうしたんだろうね、本当ね。そうね。よくわかんないけど、あ、間違えた。難易度的にはイージーだった。そう。我に見る。前回もデスセンテンスだったよね。でしたでした。うん。いや、その再確認という意味を込めて、ステルス装備で参ります、はい。うん。反省して警備増やしてるかもしれないしね。まあさすがに増えてはいるでしょうけど。よっぽどあれいい引きだったのかな。でしょうね。ノーマルよりも優しいレベルでしたからね。うん。最高難易度なんだったんだろうね、あれ。うん。よいしょ。さあ、本来の難易度体感してほしい。またないね。ないね。うん、裏道もなさそう。入っちゃおう。裏口にが裏口裏庭にガード一人はいる。また中ガードいないんだけど。またいないね。いないね。うん。え、そういう感じ？なんかアップで入った？そういう。いや、難易度下げるアップで。ジュエリーストアをもぬけの殻にするアップデーが入った。ちょっと2人かな、警備。はいはいはい。なるほどね。うん。え、でも外2人やったらあともうやりたい放題？やりたい放題。へえ。カメラも何にもないんだもん。もうね、カメラ。どうしたんだろうね。あれ、前。まあ、いっか。ハテナ。とりあえず。一般人がハテナしてんね。裏の警備をやりたいね。うん、うん、見られるからね。うん、ん？裏二人いるなんて。うん、裏二人。はいはいはい。社長室の一般人もずっとそこにいるな。ああ。Look out, guard.あ、ハテナついた。見つかった。ん？ちょっとまずい。何が？ああ、ダメだ。おお。ちょっと邪魔をきます。いや、大丈夫かな。大丈夫？置いちゃった。OK。わーい。なんか見られたっぽいですね。うん、ギリギリ死体が見えたっぽい。ちょうど曲がり角かな。うん。ああ、なるほどね。さて、私は外でかぶっちゃったけども。どうしようかな。まあ、言うてでもこれでもう。無線がないんだけど。あ、来た来た来た。邪魔働いてたから。うん、ああじゃあもう、うん、もう、あ、ちょっと一般の人が動いてる。撮影一応死体の処理だけしとくわ。うん、そうですね。ボディーパックありますか？念には念を。うん、ボディーパック2つあるから。うん、OK。 はい、こっちの部屋一般人2人いる。そこだけ制圧するか。うん。めっちゃ反応遅かったこの女の人。
目の前で2秒ぐらい見てた米倉さんの顔。オッケー、じゃあもうトラもかぶって、うん、ドリル置いて、うん、とりあえず取れるもんだけ取っと、取って、あれまた見られるな。やっぱデスセンテンスだからお金いっぱいだな、うん、かなりの儲けですよ、いい、ね、こんなに簡単なのに、うん、どうしちゃったんだろうねこの店、自暴自棄かな、ね、自暴自棄まああと200秒以上あるから、じゃあ制圧して持ってけ泥棒かな、うん、表通り、早尾さんこんばんは、こんばんはです、早尾さんこんばんは、いつでもいいよ、行きますか、表通り結構人いるから、うんうん、あーじゃあいなくなったタイミングありそう、あー電話してるからちょっと今動きそうにないな、了解、見つからない、あ一人いなくなった、もう一人は駐車場にいて、ちょっと無理かな、まあじゃあもうちょっと待とう、じゃあ人狼さん合図で、はよさんやいらっしゃいませや、よっしょ、じゃあちょっと偵察しつつお水飲むのだ、うん、はちょっと、うん、なになにめっちゃ可愛い声したよ今気のせいでは大丈夫、気のせいでは、はちょっとって言ってたけどあと150秒、水を飲んでる時に急に来るのは良くないはちょっとって言ってた、ちょっとじゃあパッケージでも探してるか、あれ動きかなと張ってなと、大丈夫です、あーこの一般人処理した方がいいかな、タイガさんボディバッグ持ってるんですよね、うん、あるある、置いとこっか、取りに行けないと思う取りに行けないと思う、まあとりあえず店内制圧して伏せさせといてっていいんじゃない、うん、多分その店内制圧するその騒ぎを見られて外が騒ぎになって、うん、その騒ぎを警察に見られちゃうんですよね、もう一個置けるからその近くに置きに行こうか、うん、え行ける、店内制圧した後に置きに行けば、ああここ置く、裏側空いてないんだった、そうここ置いたらもしかしたら手が届くかもしれませんね、一回置いてみれば、ちょっと置いてみてもらいます、うん、あ取れるありがたい、これは助かるじゃあちょっと隙間からじゃあ取ってもろって表を処理してきますわ、うん、はい、これも一個もらっとくか、ボディバッグ、うん、いない、まあ大丈夫だと思うけどハムハムさんもこんばんは、銀行強盗は順調ですね、そうなんですよね、このお店ね、もう自暴自棄になって警備雇うのやめたらしい、やった、一般人に犠牲者が出たぞって言ってる、なんか怒られちゃった、怒られてる、いつものことじゃんしゃーなしですね、あ、また壊れた、はいはいはい、あれが一人か、またあれ処理しないとバレそう、もう一人、あーいや今ならいける、オッケー、うんうん、じゃあ行きます、はい、あれ待って、今ならいける、え何待つ、あこの人かあいや大丈夫です、いいですよ、行ってください行ってください、んあえいたの君、あ大丈夫か、大丈夫そうだ、オッケー、ボディバッテンは、はい、おい、縛る、あと一人、 OK ガラスを割るいけるかな、ドリルあと20秒よいしょ、ダメか、あ、いいや、うん、早尾さんが水槽と買う魚決まったんですかって、まだなのよ、悩んでいます、水槽はあるんじゃないの、
水槽もね実は買い直しなんですよね。そうなんだ。そう、幅がちょっと大きい、置いていいよの場所とね合わなくて。ああ、一般人店、ま、店の前通ってます。はい、はい、待ってな。よし、大丈夫そう。ルルルルルル、とりあえずこれで全部でかいのは取った。わあ、あれ、お前生き返ったの？え、ん？どうしたのに？え、やめてやめて、そういうホラーは。いや、 だってさっき処理したのに。え、死体袋あるじゃん。別の別の人か。ドッペルゲンガーかな。タコか。まあ、とりあえずしゃがんで運んでればバレないし。バレなさそう。ああ、真央さんどうもこんばんはです。真央さんこんばんは。今日は、うん、荷物運びです。近接攻撃じゃなくて銃で撃って開けるのねって言ってる。まあ伏せさせとけば大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。アトラ1個ケーブル帯あるよ、うん、俺もう一応終わりかな。これであと、あ、もうそれで終わり。ドリルは？あれ？ドリルあんの？ドリルのやつももう持ってきた。あ、はいはいはい。おわい。あの奥ご遺体だよね。うん、うん、そう。うん。楽勝やん。逃げよう。やった。え、何？何この楽勝加減。ジュエリーストアはもう希望を失っている。あー、マーベストトラスティ銀行より楽だ。ねえ、されるがままじゃん。うん、よくないよ。内通者がいる。これは、はい、電気。イエイ。ちょっとね、張り合いがないかなという気がしなくもないですけども、うん、まあまあまあ、一日の始めにはいいよね。そうね、うん、よし。じゃあ、あ、次はいつもの流れで、うん、セーフハウスレイドかな。へい。前回セーフハウスレイド、いつもよりも難易度一つ下げてやったんですけど、割と楽だったじゃないですか、うん、なんとかなりましたね。メイヘムでやって、うん、結構あれだったので、今回はデスウィッシュに戻してやってみたいと思います。了解です。さあ、どうなることやらですか。起こすスキルね、もう取れてるからね。よし、準備ができたら言ってください。 OK です。はい、 OK です。あ、はい、じゃあ開始。うん、敵にテーザーで攻撃すれば相手を降伏させやすくなるって書いてある。え、テーザー、敵にテーザー撃てるんだ。そんな武器あったんですね。わかんない、ゲームプレイヒントに多分あるのかな。うん、なんか電足打ってやればとりあえず、うん。